シドニー国際空港は、オーストラリアニューサウスウェールズ州、ボタニベーシュマスコットにある、シドニー大都市圏の主要空港である。空港は、シドニー中心部の南8キロメートルに位置している。国際線、国内線を問わず、シドニーに発着する、定期航空のほとんどが利用する。写真からわかるように滑走路を3本備える。イーストウエストおよび、 日本のノースサウスである。ボタニー湾は自然の砂浜がよく保存されているが、湾の北端に位置する国際空港と北東端に広がるやらか持つ港は例外である。カンタス航空の主要なハブ空港である。空港へは道路以外に都心部の駅と結ばれたシティレールの電車によってアクセス可能。24時間空港ではないため、 深夜11時から翌朝6時までは飛行機の離着陸が不可である。東空港の周辺は住宅地のため制約が多い。このため新空港を建設する計画は古くからあり、1980年代からシドニーの西4 5トルにあるバジェリーズクリーク地区で空港用地の買収が進められている。連補政府内では ウエスタン・シドニーエアポートと呼ばれており、近年計画は具体化しつつある。1920年にボタニー湾に接する小型飛行場として開設、シドニー空港と命名されたが、1936年にオーストラリアの飛行家、チャールズ・キングスフォード・スミスにちなみ、シドニー・キングスフォード・スミス国際空港と名称を変更した。しかし市民には、地名の マスコットと呼ばれるのが一般的であった。2019年の旅客数は4444 44万人でオーストラリアの空港で1位だった。旅客の行き先の上位は国内線はメルボルーン、ブリスベン、ゴールドコースト、国際線はオークランド、シンガポール、香港だった。シドニー国際空港には国際線と一部国内線が発着する T1、 国内線専用の T2、そして、カンタス航空の国内線専用の T3 からなる、合計3つのメインターミナルがある。T1 と T2、T3 の間は、無料のシャトルバス、鉄道で結ばれている。ワンワールド、スターアライアンス、スカイチーム国内線国際線完成通り陸する、カンタス航空のエアバス A380 型機。 ジェットスターボーイング717から200型機、などなどカンタス航空、12月開設の大阪、関西シドニー線を通年運航に変更週3便を、運航を取らし2017年9月14日、閲覧カンタス航空、2019年12月から、新千歳、シドニー線を季節便で就航フライティーム2019年4月18日付、カンタスと、エミレーツ、共同事業延長で、 運航路線の再編成を追加発表フライティーム2017年10月23日付ジェットスターメルボルンシドニーホーチミン線を5月に開設ベトナムへ初乗り入れ北京首都航空10月末にチンタオシドニー線を開設 A330 で週2便海南航空9月14日から西安シドニー線に就航 A330 で 週2便海南航空、調査、シドニー線を開設 A330 で、週2便を運航 AB 天津航空、重慶メルボルン線に就航1月には、天津、シドニー線も開設フライティーム2017年11月8日付け、ベトナム航空、3月28日からハノイ。 シドニー1000に787で、就航集産便 http コロンスラッシュスラッシュ www.airmauritius.com スラッシュニューススラッシュコミュニケパーセント2014パーセント20、フェブラリーパーセント2020にイングリッシュ、2, pdf。ありがとうございます。